こんにちは、Dドライブのゆきです。今回は私のオリジナルマーシャル JVM を紹介したいと思います。マーシャル社のレコードレーベルマーシャルレコーズと Dドライブが契約して、先日世界デビューアルバムマキシマムインパクトがリリースされました。もう聞いていただきましたか？そういうことでですね、マーシャル社が私のためにこのオリジナルのマーシャルを作ってくれたんですよ。これね、本当にもうなんて言うんですかね、ギタリストにとってはもうものすごく光栄なことで、本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。このマーシャルのまず見た目がすごいインパクトがあると思うんですけど、これはもう私のギターと ESP のギターとですね、お揃いな感じになってまして、ヤングギターの動画でも話させてもらったんですけど、これはい、私のギターのロゴ、これは真ん中が私のイニシャルの Y になってるんですけど、その Y の部分がマーシャルになってるというデザインになってるんですが、本当に、もう一から全部とってもコーナーガードも色もロゴも全部選ばせてもらってですね、こういう形にしていただきました。でアンプ自体はヘッドが、マーシャルの JVM410H で、キャビネットが 1960A ということでですね、私はずっと、ヘッドは2000を JCM2000 の TSL をずっと使ってきたんですね。でも今回は、JVM410H でお願いして、私の方から、作ってもらいました。ではサウンドを紹介していきたいと思います。クリーンの時はですね、このアンプのクリーンチャンネルを使ってるんですけど、緑とオレンジと赤でこう音色が変えられるんですけど、私はクリーンのですね、この緑で、だいたい EQ はこれぐらいですね。ゲイン、トレブル、ミドル、ベースで出してる音がですね、こんな感じ。GT1000 の方で、まあ、ディレイ空間系とかをかけてるんですけど、あとコーラスとディレイとで、ちょっとディレイのデュアルをかけてる音色でいきましょうかね。クリーンのサウンドになります。で次はそうですね、
クランチのチャンネルに行きたいと思うんですけど、クランチのサウンドの時はこのクランチのチャンネルの、このオレンジのですねモードでやります。息はだいたいこんな感じかな。セイジさんがソロを弾いてて、私がバッキングをしている時なんかは、このオーディワンのチャンネルを使ってます。オーディワンもあの緑、オレンジ、赤とモードがあるんですけど、オレンジのモードで、で、まあ、EQ はだいたいこんな感じですかね。で、まあ、ゲインがとても低めなんですが、まあ、2ぐらいですかね、ゲインが。ゲインが2ぐらいなんですけど、足元でコンパクトでちょっとブーストさせてるっていう感じになります。で、それは TDC の008ですね。マイルドブルースで、ブーストさせています。でそのサウンドがこんな感じになってます。では次に、メインのサウンド、歪みのサウンドなんですけど、私は OD2 を使ってます。でこの OD2 も OD2 の、オレンジのモードを使用してまして、まあ EQ もこんな感じで、こちらもやっぱりゲインは2ぐらいにしてます。でこちらもコンパクトエフェクターでブーストさせているっていう感じになります。でこんな感じでやってるんですけど、ちょっとそのサウンドをさっきの、まあ、ディレイがかかってなくて、リフとかを弾くときにこのサウンドにしてて、それにプラスディレイをかけたものでソロを弾いています。JCM2000 を使っていたんですけど、まあ、それと比べると JVM っていうのはすごいこうさらによく歪むし、全然特徴の違うアンプなんですよね。なのでちょっと最初は音作りに苦戦したんですけど、まあ、そのこのボリュームじゃないわ、ゲインをまあちょっと絞ってオレンジモードでっていう感じで、収まりました。やっぱりその歪みすぎるとこうバンドアンサンブルの中で音が抜けてこないの で、しかもうちはねリードライブはツインギターだし、
もうリズム帯もめちゃめちゃパワフルの音が大きいバンドなので、そういうことでいろいろ探って、音を探した結果こういう感じに、なったっていう感じなんですけど、私はとにかくマーシャルの JVM でこういう風に音を作ってるので、よければライブに来て、サウンドを体感していただきたいなと思っております。もう D ドライブはすごいいっぱいライブさせてもらってるので、そうですね、 D ドライブで検索して遊びに来てください。そして D ドライブのアルバムマキシマムインパクトもよろしくお願いします。あとこの動画が良いと思ったら皆さんいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。 D ドライブのゆきでした。